名古屋市守山区の小畑緑地からお送りします。現代の糸芸東海あやとり愛好会会長の山下です。昭和17年満州法典生まれです。あやとりを一層面白く、また糸をもつれさせないためにも、完成後の技を磨く菊富士流。前回の続きです。毎日の日課としてバナナを作りました。形を作ってからが大切ということで、1番のポイントを押さえて一気にほどく、3番の最初の皮に巻き戻すを前回行いました。今日は2番の連続展開変身ドラマに持っていくを考えましょう。バナナの作り方、皆様よくご存知ですね。おさらいしましょうね。2本の構えから親指でこれを取って、小指でこれを取って、親指の手前の紐を外す、小指の向こうを外す、最後左右の中指外しますね。この中指を使って外しましょう。はい、バナナができました。これからの変身ドラマと申しましても、我が流派の場合は、このシンボルマーク菊富士流紋章が現れるかどうかが最大のポイントになっています。前にも申しましたが、僕はこれに出会うために長年あやとりをやっているようなもんでね、このシンボルマークさえ現れたら、もう僕はウキウキ幸せいっぱいです、このバナナからの展開、右の親指外します。左の小指外します。はい、引っ張りますと、はい、出ました、出ました。上が交差、下が絡みのね、綺麗な紋章です。万歳とね、嬉しさを爆発させたいところです。これ右が前方出てますね。右が前方出てます。この形を右の紋章と名前つけてます。右の紋章と左の紋章も当然あるんですね。なんとなんと、このバナナから右の紋章、左の紋章と両方2つ同時に出てきます。これを右の紋章でしたが、最初に帰って、またバナナを作ります。今、右の親指と左の小指外しましたが、左右逆にして左の親指外して右の小指外して、引っ張りますと、驚くべきことに、今度は左がね、こう前方に出ている左の紋章が現れました。こんなふうに一つの形から右の紋章、左の紋章同時に出てくるのは非常に稀です。もうこういうこともあってね、このバナナ、大好物のバナナ、もう毎朝メニューとして、日課のメニューとして作って、幸せいっぱい、もう絶好調の気分を味わっています。この紋章からの展開としてよくやってます、富士山の御来光ね、御来光、めでたし御来光が去った後の富士山変身早変わり、はい、雄大なスケールの富士山ね。菊富士流ですからね、
富士山が現れれば菊の花も当然ね、出てくるはずです。菊の花を、登場するにははしごが必要ですね。はしごというのは何かと何かをこうつなぐね、橋渡しをする役目ですから、はしご、この富士山からたちまちはしご、四段はしごができるんです。これ不思議ですね。あやとりで一番人気のある形かもしれませんね。このはしごを作ってやろうなんていうね、そういう大それた目標狙いを持ってね、考えたことはないんですけどね、何かあやとりの神様が僕にプレゼントしてくれたような気がします。これがたちまち現れてね、富士山と菊の花をこう橋渡ししてくれるというね、よくできた話だと思います。今のはしごができて、橋渡ししてくれて、たちまち変身早変わり菊の花がね現れというね、結構まあ、我ながらよくできたストーリーかなと思います。はい、菊寺流のもう一方のスーパースター菊の花が現れました。この菊の花、親指離してね、ここ人差し指の紐を親指で取って人差し指外せば日本の構えに戻りますね。日本のシンボル富士山と菊の花、それが日本の構えに最後収まってね、めでたしめでたしと。はい、どうも大変ご無礼しました。整理体操です。